はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA 2ゲームモバイルやっていきたいと思います。で、今、日曜日のお昼ちょい過ぎ、14時ぐらいですね、なんですけど、来ました、とうとう。これです。ユーイングまであと300ポイント、弱。来ました。で、その獲得の瞬間を今日はお届けしたいと思います。チョモランマタケシの NBA TV。 はい、でね、チームはね、もうこれでいこう。インティミデーターチームで、これでちょっと最後決めよう。なんでちょっとね、弱いのが来るまでちょっと出たり入ったりします。来た、めっちゃ早く来た。うわー、でもちょっと多いか。しょうがない。じゃあちょっとね、真ん中だけ変えよう。ジェームズ・ジョンソンだけちょっと変えさせてもらって、じゃあこれで挑んでいきましょう。7690なんで勝てるよね。大丈夫だよね。 OK。 じゃあこれで鮮やかに勝ち上げてね、最後ユーイング獲得していこうと思います。オッケー、最後はオッケー、スティール。あー、嘘、ファールしちゃった。やばい、もうファールできねえぞ。序盤からこうファールしちゃうとね、後々とディフェンスがさ、スティールが行きづらくなるからね。オッケー、でも構わず俺はスティールに行く。オッケー、落ちた。オッケー。あそこまでチェックいってたらね。そっち出すか、おい。いけるか。よし、ドライブ。落ちたけど、無トンボ。オッケー、ナイス。リバウンドからのセカンドチャンス決めました。ここまで4点差だと、2点差だとね、ちょっとね、不安になるんですけど、オッケー、スティールも。あー、ダメだ。リバウンド。OK。ビバリーが運びます。中。ポール・ジョージ渡す。あー、待って、今シュートじゃなかった。フェイクだったんだけどな。フェイクのつもりだったんだけどな。ちょっと待って。ビバリー、おい、ちゃんと。あー、やばい。あぶねー。ムトンボ。渡す。しっかり組み立てよう。うん、出せないな、パスは。あ、やべ、やられた。やばい。おお、ナイス。ブロック、やばい。ブロック大活躍してる。けど、リバウンド取れないという悲しさ。落ちろ。オッケー。なんとか。ボロボロでしたけどね、勝ちました。よっしゃ、これによって900ポイントということは、じゃじゃーん、来ました。ここまでようやく長い長い道のりでしたけども到達できました。もうこの瞬間、全てが報われる瞬間、イエッサ、超気持ちいい。この瞬間超気持ちいいね。はい、じゃあ早速ちょっと入れ替えちゃいましょうか。どうですか、これが今の俺の最強メンバーです。揃いました。かっこいいね。イベントも全部完走することができました。ありがとうございます。チョモランマタケシの NBA TV。で、来週だよね、ついに NBA もプレイオフ始まりますけど、2Kモバイルの方でも、プレイオフテーマっていうのがね、来週から来るっていうことで、そちらもね、楽しみですね。なんでもなんか32選手追加新しくされて、で、全部プレイオフ行ったチーム、16チーム、東西8チームずつの16チームから、各チームから2人
選手ずつだよね。でもうすでに何名か発表されてて、河合とラウリーとマユユはなんかツイッターで投稿されてましたね。うん。あとなんかプレーオフと連動して勝ち進むとパワーが上がるとか、あと来週のイベントのガントレット、まあ挑戦のイベントはなんかちょっと特別だよみたいなこともちょっとツイッターで書いてありましたけど、楽しみでございますね。はい、ということでね、今後も楽しみな 2K モバイルでございますけれども、また皆さんと一緒に楽しんでいければと思います。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。バイバイ。いやー、2週間ぶり、嬉しいっす。